ABTV ネットワーク。何どうしたの？また映画で英語の勉強？ああ、この前留学に行ってからさ、英語の勉強にハマっちゃってね。そうなんだ。そんで調子はどう？順調？いやー、どうだろうな、かなり表現が砕けてるからね、それにリスニングしかできないっていうね。そっか、でも他に英語の環境ってないもんね。そうだね、他に何かいい勉強方法があればいいんだけど。そうだね、何かあれば。ごめんなさい、お勉強の邪魔しちゃった。いやいや、全然。引き続きお勉強の方頑張ってくださいませ。私は和室でオンライン英会話をしておりますので、ちょっとだけ音量下げてくださいまし。それではまたご用がありましたらお呼びくださいまし。ママ、それではごゆっくりおくつろぎくださいませ。失礼いたします。ママ、はい、オンライン英会話って何？もうちょっと音量下げて。オンライン英会話って何？なんて言ったの？いや、オンライン英会話って何？いや、聞こえてねえじゃねえか。この前パパがヒューマンアカデミーのホームページ見てた時。ああ、留学前に？そうそうそう。その時、たまたまオンライン英会話を見つけたの。だから、パパがフィリピン留学してる間に始めちゃった。ああ、そうだったんだ。そう。それなら違う。何が違うの？いや、僕が留学から帰ってきてからもう3ヶ月以上経つけど、なんでそれを教えてくれないの？だって。ちょっと待って。だって。なんで泣いてんの？それは、私がこのオンライン英会話で英語を話せるようになってから、パパにはちゃんとおすすめしようと思って、そういうことだったんだね。ごめんね、ママ。ありがとうね。僕のために実践してくれてたんだね。その通り。ちなみにこのオンライン英会話だったら、1回158円から、そんで月だと5980円から受けれちゃうの。そんでもって時間帯も朝5時から深夜25時までだし、予約は30分前まで OK なの。ああ、25時まで。これなら会社に行く前と帰ってきた時、どっちでも行けますね。そうでしょ。それにね、それにね、聞いて、聞いて。聞いてるよ。聞いて。聞いてるよ。なんと、無料教科書付きでございます。無料。無料でございます。それはすごい。無料。分かったよ。無料よ。分かったよ。無料。分かったよ。かわいいよ。それに一番良かったのがね、事前にリクエストを送っておくと、それに沿って授業をやってくれるの。リクエスト？そう。例えば、パパが会議で使う英語のプレゼン資料を添削してほしいっていうリクエストを出せば、レッスン画面で先生がパワーポイントを見ながら添削をしてくれたりするの。それは助かる。そうでしょ。それはマジで助かる。ちなみにこれが最近私が送ったリクエスト。へー。ちょっと待って、ちょっと待って。これ全部僕が借りてきた映画じゃないかい。ママ、これはちょっとずるいよ。ひどいよ、これは。ごめんなさい。いや、本当にごめんなさい。別に。だけどこれがパパのためになると思って。少しでもパパの役に立ちたいと思って。ママ、ごめんね。ママの気持ちに気づかなくて。パパが謝らないで。いや。私全然気にしてるから。気にしてるんだ。あ、そういえば話変わるんだけど、ママ髪型変えた？なんかいつもと雰囲気違うよね。そうかな。Joseph, I have a question. What is it, Ayaka? What type of woman do men like? Type of woman? I think it is different for each person. You are so right. Yes. Joseph? Yes. Joseph? Yes. Joseph? Nani? What is your type of woman? My type? Repeat after me. The type of woman that I like is... I got it. The type of woman... Okay, Ayaka, I got it. I will tell you. The type of woman that I like has short wavy hair and a kind personality. Ayaka? Joseph, すごい excellent. Thank you.いやー、なんか嬉しいな。実は僕、全体的にふわっと柔らかい雰囲気が大好きなんだよね。やっぱりね、そうだと思ったんだ。じゃあ僕のためにイメチェンしてくれたの？当たり前じゃない。パパのため以外に、誰のためにやれっていうの？ママ、何？超可愛いよ、本当に。え、ちょっとこっち見て。あ、可愛い。そうでしょ？うわ、めっちゃ可愛い。本当に可愛い。あ、気に入ってもらえてよかった。最高。なあ、エイジロ。なんだよ、お兄ちゃん。また一つ、ママの弱みを握った気がする。そうだね、お兄ちゃん。あれは非常にええ会話でしたね。ええ感じにつなげたな。いえいえ。